浜松市広報アワー。出世の町浜松を全国へ PR する出世大名家康くんは、浜松の魅力を探ろうとお気に入りの手帳を片手に浜松市内をリサーチ中。今日はどんな発見が待っているのでしょう。リサーチ浜松出世手帳。こんにちは、リポーターの紀藤理恵です。暮らしの身近な情報をお伝えするリサーチ浜松出世手帳、今回も出世大名家康くんと一緒に浜松の魅力を発見していきましょう。あれ、家康くんいつもと雰囲気が違うね。浜松市交通事故ワースト1脱出作戦 PR 大使ということは、今回のリサーチは会場には土木部道路企画課交通安全推進グループの原田さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。原田さん、今回は交通事故交通安全がテーマなんですけども、ニュースや新聞で本当に痛ましい事故のニュース目にすることって多いですよね。今浜松市はどのような状況なんですか？はい、浜松市は全国20ある政令指定都市の中で人口10万人あたりの人身事故発生件数が平成21年から6年連続ワースト1なんです。平成27年もワースト1脱出は厳しい状況になっています。これは人口に対して事故の件数が多いということなんです。ワースト1が続いてしまっているのは非常に残念ですよね。事故が起こりやすい原因が何かあるんでしょうか？はい、実は浜松市は市町村の中で最も長い道路を持っているんです。総延長は8500キロを超え、地域全体に多くの道路が張り巡らされています。また日常生活に車が欠かせない車社会であり、特に通勤時間帯に車の通行が集中するため事故が起こりやすいと言えます。その通りです。浜松市では道路が多くても車が多くても事故が少ない安全な街づくりを目指し、昨年平成27年7月に浜松市交通事故ワースト1脱出作戦をスタートしました。具体的にはどのような取り組みなんですか？はい、今回の作戦は大きく分けて2つの対策を行っています。1つ目は幅広い年代への交通安全教育と啓発などのソフト事業、2つ目は事故の発生しやすい箇所の道路改良といったハード整備を行っています。なるほど。交通安全教育と啓発への取り組みとして、浜松市では毎月10日の市民交通安全の日に街頭で啓発活動を行っています。また今年の4月からは家康くんに浜松市交通事故ワースト1脱出作戦 PR 大使となっていただき、一緒に交通安全を呼びかけています。家康くん、そうだったんですね。その他にも各地域の自治会、学校、会社、ご家庭など様々な場所で交通安全教室も行っています。例えば高齢者の方にはご自身の運転を見直すきっかけとなってもらえる、そのような交通安全教室を行っています。家康くんも気になっている交通安全教室、教室ではどんな取り組みをしているのでしょうか。今回は東区の日波市町シニアクラブの活動を覗いてみましょう。早速聞こえてきたのは交通安全啓発の歌、皆さんにおなじみの曲ですね。続いてこちらは交通安全紙芝居、物語の登場人物をシニアクラブの方が演じています。被害者にも加害者にもなりうる交通事故、この道には車は来ないなどと慣れ親しんだ土地だからといって過信せず、横断歩道のないところの横断や車の運転には気をつけたいですね。ここからは運転能力検査です。こちらはクイックキャッチ、落ちてくる光をタイミングよくつかむテストです。ゲームのようですが、
右手左手の反応速度の違いや俊敏性、正確性を測ることができます。色のついた丸が出てくる。そして運転適性検査機、実際の運転に近い操作で反応や注意力の配分を検査することができます。このような検査機器を使ったテストで、年を重ねることによる感覚の変化を実感していただき、改めて自分の運転に意識を持ってもらえるような取り組みを行っているんです。1個に集中すると周りがね、おろそかになってしまうこともあるので、広く視野を持っていただいてということで、はい、お願いします。周りの注意がちょっとおろそかだったもんですから、まあ、そこら辺がね、これからちゃんと確認しないといけないかなと思いましたね。はい、本当に注意して走らないかなというかね。聞くだけではなく体験することもできるんですね。皆さん楽しそうでした。でもお年寄りの方が事故に遭うことが多いそうですね。そうなんです。特に65歳以上の方、高齢者への交通安全の呼びかけに力を入れています。平成27年のデータですが、人身交通事故のおよそ 30% に65歳以上の方が関係していました。年を重ねる中で自分の感覚が変化していることを実感していただき、安全な運転を心がけてもらいたいですね。このような取り組みを通して一人一人が交通安全の意識を持っていただけることを期待しています。いろんな取り組みが行われているんですね。実は先ほど出てきました運転適性検査機、これどんなものか気になりますよね。実は私体験してきました。こちらご覧ください。紀藤さん、こんにちは。こんにちは。交通安全協会浜松東地区支部の指導員の大場です。です。リポーターの紀藤です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、あちらの運転適性検査機、はい、どういうものなんですか？はい、人にはそれぞれ行動に個人差が現れます。車の運転も人間の行動の一つです。運転行動が危ういと交通事故や違反が発生します。この運転適性診断の機械は心の面と医学的な面とで検査して、日頃の運転行動を振り返り、今後の安全運転につなげていただく機会となっています。それでは早速体験させていただきます。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。ではスタートします。まず踏んでしまっていいんですね。はい、大丈夫です。おー、青の時は、青の時は踏み続けたままね、うん、赤になったら踏み替えてください。そうか、これ赤とか青に気を取られると方向もね、またずれちゃうんですね。あ、終わってしまいました。はい、終わりました。結果がわあ、ちょっと心配ですね。何回かちょっと赤の時も、はい、あのアクセルを踏んでしまいました。で、この辺もうすぐ結果が出るんですか？はい、もう結果が出ます。わあ、紀藤さん、結果が出ました。はい、どうだったんでしょうか？はい、5段階のうち1の一番低い注意という結果になりました。一番低いところだったんですね。はい、どうしたら今後運転はさらに良くなるんでしょうか？はい、飛び出しや周りの車の急な進路変更などによく気づいていただければ大丈夫です、うん、なのでこれから気をつけて運転してください。ちょっとまあショックなんですけども、はい、まあ、改めてこう自分の今までの運転をこう過信せずに、はい、もう一度自分の運転をこう見直すきっかけにこれがなるわけですね、うん、はい、なります。これからさらに安全運転心がけさせていただきます。はい、運転に自信がある方も余裕がないと急な飛び出しや道路状況の変化などに対応できません。検査では注意で済みますが、実際に大きな事故につながる可能性があります。余裕を持った運転を心がけたいですね。原田さん、簡単かなと思ってたんですけども、実際に体験してみると本当に難しいですね。
ちょっとこれからはきちんと安全運転改めて心がけようと思いました。さて原田さん、このワーストワン脱出作戦のもう一つの取り組みに道路改良などこのハードな整備をされているということですけども、こちらはどのようなことをされているんですか？ハード整備では市内で事故が多発している交差点や道路を調査し対策を行っています。その中でも事故の発生原因をより深く解析する必要がある交差点をターゲット交差点として設定し、いろいろな対策を行っているんです。これは実際に見ていただくのが良さそうですね。はい、それでは私リサーチに行ってきます。ひとさん、こんにちは。こんにちは。土木部道路企画課交通安全施設グループの村松です。ハード整備については私がご説明します。リポーターの紀藤です。よろしくお願いいたします。さあ、ここは北区三方原町の豊岡団地のそばです。こうして見ますと大変見通しがいいように思いますけども、ここの事故多発交差点なんですか？はい、実は東西に見通しが悪い交差点なんです。こちらが改良前の交差点です。横断歩道の標識と止まれとポールしかなかったんですね。はい、ここでは平成25年に8件もの事故が起こりました。小学校や団地も近く、子どもたちの通行も多いため警察で信号機を設置し、浜松市で巻き込み部のガードレール設置なども行いました。ドライバー側から見ると、信号だけではなくてこういったガードレールも目に入りますから、おのずと注意して運転するようになりますよね。こうなら子どもたちも安心して、通行できますね。はい、この改良で事故の件数も低く抑えられるようになりました。では他にも改良が行われた道路を見てみましょう。村松さん、ここは天竜区二俣町の総流橋交差点ですね。はい、この交差点は国道、県道、市道が交差し車の通行が激しいところなんです。南進側では桐生大橋への抜ける左折待ちの車両が連なって渋滞も多かったんです。また静清の右折待ちの車両も多く渋滞していました。方向別の交通量に偏りがあったことから警察と連携し通行方法の見直しを図り、車の流れがよりスムーズになるように改良しました。もちろん人の安全も確保するために巻き込み部には自発光誘導灯を設置しています。交差点の手前には路面表示のカラー強調や注意喚起看板も設置し、ドライバーに注意を促す対策を行っています。同じような整備ではなく実際の交通の流れを見て、その道路ごとに必要な対策を行っているんですね。浜松市の道路の改良は交通事故対策だけのものではないんです。交差点によってはユニバーサルデザインの観点からも改良を行っています。特に中区の市役所前交差点は大きな変貌を遂げました。以前は地上に横断歩道のない大きな交差点で、歩行者の横断手段は地下道のみでした。これはお年寄りや体の不自由な方、ベビーカーを使われる方にはとても不便な上、自転車の利用者からも自動車の交通量が多いため交差点の横断に不安があるといった声が多く寄せられていました。平成26年10月に着工し、平成27年2月には横断歩道の設置が完了。今回の改良工事では横断歩道の設置とユニバーサルデザインに配慮した整備を行っています。小学校も近いことから地下道はそのまま利用できるように残し、その出入り口のうち左折車両から横断車が見えにくくなってしまう上屋を撤去しました。自動車交通への対策には信号機を矢印灯で通行を指示するセパレート化に改良し、右折車両と直進車両による事故を防止、交通量の多い方面への右折レーンを2車線化することで車の流れをスムーズにしています。この他にも交差点のコンパクト化を進め、車両と歩行者それぞれの視認性を向上しています。道路の改良には誰でも安心して道路を横断できるみんなに優しい道づくりも重要なポイントなんですよ。ただいま。お帰り。行ってきました。ハード整備ってそれぞれの道路に合わせた対策をしていて、事故を起こさないでほしいという熱意がすごく伝わってきました。そうですね、浜松市では交通安全教育や啓発、ハード整備によって安全に暮らすための環境を整えています。
しかし最も大切なことは、うん、市民の皆さん自身が交通安全の意識を持つことなんです、うん、運転される方は浜松市の取り組みとしてイエローストップ運動があります、うん、黄色信号での無理な交差点進入は追突や右折車との事故につながりやすいため黄色信号で停止を推進しています。また歩行者の方には夜間の外出時に自発光式反射材の着用をお勧めしています、うん、通常の反射材とは違い自ら光を放っていますので遠くの車からも認識されやすくなっています、うん、こういった取り組みやグッズを取り入れて自分の身は自分で守る安全を人任せにしないという意識を持って生活していただければと思います。もう本当に自分の身は自分で守るということがまず事故に遭わない第一歩だと、ね、いうことが分かりました。そして道を譲ってくれるだろう、止まってくれるだろうと安全を人任せにしないこと、私もこれから気をつけたいと思います。これからも家康くんには交通安全運動に参加してもらって交通安全をさらに PR してもらいたいですね。家康くん頑張って。原田さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回は交通事故がない街を目指してをテーマにお届けしてきました。本当に浜松市民が一丸になって交通事故をなくしていきたいですね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。